アリスティド・カバイエイ・コール・コルはフランスのオルガン製作者。カバイエイ・コール・コルはモンペリエに生まれた。父のドミニク・カバイエイ・コール・コルはオルガン製作に携わる職人だった。カバイエイ・コール・コルは早くから新しい装置の開発に才能を示し、後に有名となる楽器を製作する際にはその天文が活かされることになった。彼のオルガンは公共的な響きを有しており、 他の楽器の音色を模倣するとともに、それらを組み合わせることが可能である。彼の作品の中で最大の規模を誇るのは100のストップを要するパリのサンシュルピス協会のオルガンである。カバイエイコールコルは、金銭問題に悩まされたことでも知られる。彼の手による楽器は、当時並ぶもののない存在であったが、それでも、彼の事業の基盤は、格好たるものとはならなかった。彼は、 パリに没する直前の1898年に、シャルル・ムタンへと会社の経営を引き継いでいる。ムタンは、オルガン事業を継続したが、第二次世界大戦によって会社はほぼ、消滅してしまった。カバイエイコール・コルは、オルガン政作の美術面及び技術面に革新を、もたらし、専門家の間に浸透した彼の方法論は20世紀初頭に至るまで、 オルガン制作の現場で影響力を持ち続けた。20世紀に入って吹き荒れたオルガン回収運動では、バロック時代のオルガンへの回帰が歌われたが、21世紀が近づく頃には、カバイエイコールコルの衣装は再び脚光を浴びるようになった。彼の死後、20世紀には、シャルル・ムタンが事業を維持していた。カバイエイコールコルは独自の研究と実験に基づいて、 オルガンに関する多数の学術論文や書籍を執筆し出版した。彼はフルートハーモニークフルートアルモニークなど数種類のオルガンの音色、ストップ、複合ストップを考案した。彼の生涯と作品に焦点を当てたドキュメンタリー映画が2011年に撮影され、2012年に公開されている。カバイエイコールコルは50年以上にわたって主として フランス国内に510のオルガーを建造した。国外では、スペイン、オランダ、イングランド、ロシア、ブラジル、そしてアルゼンチンなどが挙げられる。一部には、ムタンイコールカバイエイコールコルシャ建造のものも含まれる。注釈主典、ありがとうございます。